はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。噛んじゃうな、最近。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで、本日もよろしくお願いしましょう。今回はね、ちょっと筋トレについて、久しぶりにちゃんと話していこう。今週は週5でジム行きました。で、日曜日ね、肩トレから入ったんですけど、ミリタリープレス、普段やらない種目なんですけど、ちょっと久しぶりにやってみようということでやってみたんですけど、ちょっとあんま向かないね、やっぱり俺は。僕はあの上半身が長いんですよっていうと聞こえがいいんですけど、まあ足が短いんですよ。典型的な日本人体型なんで、ちょっとこういう腰に負荷がダイレクトにかかりやすい種目はちょっと難しい。で、月曜日は久々にお酒を飲みまして筋トレオフですね。で、火曜日足トレね。もう足トレ今本当に僕スクワット1種目しかやってないんですよ。ちょっと仕事柄ね、仕事の日は1日2万歩3万歩歩いちゃうんで、ちょっと足の疲労がね結構ひどいんで、まあ仕事が休みの日にスクワットだけ1種目だけ入れるって感じでやってるんですけど、ただね、その代わりスクワットがすごい伸びてきました。やっと、まあ全然まだまだなんですけど、100キロで4発いけました。これね、新記録なんですよ。よっしゃーということでめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、でもう一発いけそうだったんだけどね、ちょっと怖いんだよ、やっぱりまだビビっちゃってさ、ただちょっと100キロで5発いけたら次からちょっと105キロに重量アップしてやっていこうかなと。でも足トレの日はちょっとスクワットしかやらないっていうのがあってね、腕も一緒にやっております。で、この日は3投やりました。で、3投っていうか腕もさ、すっげえ調子いいのよ。腕ぶっとくしてっていうことで、腕トレも結構頑張ってるんですけど、あのやっとね、腕が太くなり始めてきて、全然腕太くなんなくて、あの僕腕が意外と、足短いんだけど腕意外と長いんで、そうだからあんま太く見えにくいんですよ。で、今36センチだったんです、ずっとね。ただこの間測ったら 36.5 センチで 0.5 センチ太くなってました。 0.5 センチ太くするのって大変なのよ、マジで。 0.5 センチさ、太くなってただけでめちゃくちゃ嬉しかったわ。体重はそんなに変わってないんで、そんなにっていうか全然変わってないんですけど、すげえ太ったから太くなったとかじゃなくて、体重全然変わってなくて、すごくね、いい感じです。で、水曜日は背中トレ、まあ、チンニングから入りますということで、そうだからトレーニングの調子がさ、すごくいいからさ、ちょっと食事最近すごい僕適当にしてたんですよ。まあ1食あたり卵を全卵で2個は絶対食べるっていうルールだけ決めて、もうそれ以外何食ってもいいやって感じで、すっげー適当にしてたんですけど、ちょっとね、今週からちゃんと鶏の胸肉を買ってきて、しっかりとね、あのまあもともと自炊だったんですけど、鶏の胸肉をちゃんと調理して、ちょっと食事の方も気を使い始めてます。トレーニングの調子がいいからこそね、食事の内容もしっかりちゃんとしようということで、まあ減量ってわけじゃないんだけど、ちゃんとね、質のいい食事をとっていこうということで、さっきもちょっと2時間くらいかけて鶏の胸肉のミートソース作って、はい、ちょっとしばらくはこのミートソースでパスタを食べていこうかなと。僕が作る鶏胸肉のね、ミートソースマジでうまいよ、本当に。まあ単純なんだけどさ、作り方もそんな難しくなくて、あのブンブンチョッパーってね、一時期あのネットの広告ですごい出てきてたんですけど、まあ、いわゆる手動のミキサーみたいなやつがあって、でそれに胸も本当は肉やっちゃダメらしいんだけど、まあ、僕は平気で使っちゃうんですけど、胸肉入れてミンチ状にして、で、玉ねぎと人参も同じようにみじん切りというかミキサーで砕いて、でトマトホール缶入れて、で水気がなくなるまでとにかく1時間くらい煮て、で塩とコンソメで味整えて、水気を完全に飛ばし切ったら、最後ケチャップも加えて、まあ、ちょっとどうしても脂質が少ない分コクが出ないから、ちょっとケチャップを入れてマイルドな感じでコクがある風にしてやってあげると、で減量中じゃなければ食べる時にパルメザンチーズとか入れてあげるとコクが出て美味しくなります。めちゃくちゃ美味しい。はい。で、弁当オーバーローイング、この種目ね、弁当オーバーローイングっていうんですけど、
めちゃくちゃ弁当オーバーローイング最近気に入ってます。ちょっとね重量を追いすぎてほぼなんか直立みたいな感じで7、80キロとかでやってたんですけど、いやちょっとそれだとあんま意味ないかなと思ってちょっと重量を落としてほぼ垂直にちゃんと地面と水平かな水平になるような角度 で首も上げずにしっかりと下を見て広背筋だけで上げていくっていうすごい丁寧な形にしてます。だから重量を追うところは追ってで丁寧に効かせるところはしっかりと効かせるっていうねそこのメリハリをしっかりと持たせてあげるとすごいねいいかなと、思います。でももう首と腰と肘に僕爆弾抱えちゃってるんでねちょっとそこのメリハリもしっかりと大事にして怪我をしないようにしながらね自分の体としっかりと向き合いながらトレーニングを今はしてるって感じですね。でベンチプレスもねちょっと足の疲労がね溜まりやすいんで仕事柄でちょっと足の踏ん張りが効かずに重量上がらないっていう悩みがあったんで足上げをメインにしてます。で足上げでね今 77.5 キロで3発かな、っていう感じですね。で2種目目はスミスを使ったインクラインでやっていきます。まあこれも1種目目2種目目は重量をしっかりと追っていきます。あ潰れちゃった、はい、で3種目目 3セット目4セット目でしっかりと丁寧にね効かせるっていう形でやってます。はい、で最近手首も痛くなってきちゃったからね本当に長年トレーニングをやっていると本当に怪我とのね付き合い方っていうのも上手にしていかないとなかなかね僕はやっぱり死ぬまでトレーニングは続けていきたいんで、まあ、体を悪くしてねトレーニングができなくなっちゃうっていうのが一番嫌なんでちょっと本当に首が一番僕はちょっと危ないですね本当に。全然なんかそんなに首痛かったわけじゃないんだけどある時から急に痛くなってきてね、ちょっと怪我だけは本当に気をつけてやっていきたいなと。はい、でこれめちゃくちゃ丁寧に下ろして上げて下ろしてっていう感じでもう大胸筋の上部だけにしっかりと負荷を乗せてあげるような意識をねしっかり持つこと大事ですよ。今ここに効かせてるんだっていうその意識をしっかりと持ってあげるのが結構ポイントかなと。頑張れ粘れよし。そうだ意識をねしっかりする、まあ、いわゆる解剖学の域になってきちゃうんですけど、まあ、大胸筋上部で言えば、まあ、肩からこの鎖骨に沿ってついてる部分なんですよ。大胸筋というともうねこの胸の部分を思い浮かべると思うんですけど大胸筋も上部中部下部っていう風に分かれてるんで、まあ、いわゆる解剖学的にねじゃあ上部はどこからどこについているのか、ね、肩からじゃあ鎖骨に沿ってついているじゃあそのそこにダイレクトに負荷を乗せるためにはどういう関節の動きをすればいいのかっていうことをなんか分かった上でやることって本当に大事なんですよ。別にトレーナーになりたいわけじゃないからそこまで知らなくてもいいよっていうのはあると思うんですけど、ただしっかりとね聞かせたい部位に聞かせてあげられないとやっぱトレーニングって怪我につながりますからね。だからそこは本当に大事だと思うんでそこはねしっかりと意識することがおすすめで、腕トレもね腕が 0.5 センチ太くなったっていうのもちょっとね多分上腕の二頭筋の方が強くなったのかなっていう。で二頭筋もちょっと重量を追ってさガンガンやってたんですけどこのプリチャーカールもしっかりとストレッチを意識してやるようにしてます。しっかりストレッチだよね。全然重量も下がったし回数も全然上がんなくなっちゃったんですけどすごい効きますね。はい、で金曜日今週最後ですね肩トレで、まあ1種目目スミスを使ったショルダープレス、まあこれはもう重量ガンガンを追う
フェーズです。最初は1セット目2セット目、これね今80キロでやってます。もうね、高重量でやるからさ、本当に1種目目の1セット目2セット目が本当に集中力使うっていうのと、あと終わった後ね、もう本当にめまいがしますよ。それくらい追い込んでます。本当に1セット目2セット目に全てをかけるって感じで、その後はもうしっかりとね丁寧にっていう、そこのメリハリをつけてます。これ3セット目かな、多分撮影したのは。頑張れ。ちょっと重量としてね、効かせることを意識で、6回かな、7回だったな。うん。いや、おかげで肩パンパンです、今日も。いいトレーニングができました。本当に最高です。で、最後はアップライトローイングでおしまいですね。トレーニング自体はまだこの後全然やりますよ。今日も肩と三頭と腹筋で2時間半くらいトレーニングしてきましたから。めちゃくちゃ楽しかったな。ただやっぱ2時間半トレーニングすると体力が限界になるね。体が疲労を訴えております。心地がいい。はい、ということで今週も1週間筋トレやりきりました。ご視聴ありがとうございます。チョー。